シュアブレイクでいい感じにこうワンアクションマジみたいな、なんで先にウエストでサーフィンして、でなんかランチ食って食いがてらノースショア行ってみたいな。で波あるんですかね。波はノースはあるんですけど風良くないんですよね。雨降ってると思うんですよ。そっか、うん、雨ちょっと嫌ですね。雨取れないじゃないですか。だからまあとりあえずウエスト行っちゃいますね。ウエスト行っちゃって、うん、そんでノース、じゃあそうしましょう。そうしましょう、うん、行こう。あのライトの方が全然良くない？サメ怖いけど。怖いな。そうですね、誰も入ってない加減が怖いんですよね。またここはね、わかる。サメを強調していかないといけないエリアなんで、もう有数のもうサメスポットですからね、うん、サメいそうだしな。何回サメ言うんですか。あーでもあのリフォームのあの波いい。ちっちゃいけど。そうですね、来た瞬間ちょっと波あったように見えた。そうですね、セットっすかね。トラックスっていうポイント見たんですけど、波良くないんで、なんか風がちょっとサウスウエストなのかな、うん、まあオンシュアですよね。バンバンストレートオンシュアだったんで、まあノースシュアに移動してきたんですけど、まだノースはなんか風は全然そこまでひどくはないですね。なんかできそうだから、とりあえずノースに来て、はい、パイプチェックしに行きましょう。ピーカンでございます。ピーカンですけどね。なんか来そうっすよ。なんか、あっちは山側はもう雲引っかかってるから。マウカは。マウカね。マウカ。山。海は何でしたっけ。いやー、わかんないっす。そうっす。貝。魔界、魔界。魔界。はい、魔界。そう。何は知ってるんですか。何は知ってるんですか。なる。なる。魔界って海ってことなんですか。まあシュートアウトはいい時にやりましたよね。素晴らしい波の読みでしたね。終わった瞬間にサイズダウンしましたね。終わった瞬間サイズダウン&風終わってるみたいな。風めっちゃ良くないですね。オフザオールってそこなんですよ。こっち側とかから入るといいのか。ノースうねり、北うねり。今日全然向き違うんですよ。このうねり、パイプのうねりの向きですよ。ただまあパイプもあんな感じで。どうしましょう。なんか思いのほか、はい、風吹いてきましたね。風&アスカですね。これ塗ってないとノーシュアやばいっすから。ノーシュアってかハワイはやばいっすから。Let me in my zone. Please don't let me in my zone. Let me in my zone. Let me in my zone. Please don't let me in. Yeah, 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 yeah. Gonna play that. Take you down on my say that. Money me a couple dollars. Telling you now that's payback. Huh, so I take that. Ask
so now it's AJ. I've been going to the top and I got what they not, so I know that they hate it. But I'm on now, all these lanes gonna zone out. And all these lanes gonna take what I did and they twist and they worse till I fall out. But I know that, so I keep what I'm doing cause I own it. And I stay in the lab and I kill everything, but I don't ever move, I'm a codec. So don't, I'm gone, finally back in my home. I'm working like so much, they swear I had me a clone. Can't answer my phone now, just leave it there, that tone. Ballin' can't beat me up cause I'm back in my zone now. Cause I'm back in my zone now. Back in my zone now. Ballin' can't beat me up cause I'm back in my zone now. Back in my zone now. Let me into my zone, please don't let me into my zone. 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 Please don't let me into my zone. お疲れ様でした。お疲れ様でした。いやー、サイズの小ぶりなパイプバックドアオフザウォールだったんですけど、ちょっとあれですね。風がやっぱり入ってたのか。人数は少ないんだけど、やっぱりパイプだけあってメンツはすごかったですよ。で、最後もオフザオールの方は結構若い子たち、バロンマミアとかあの辺入ってたのと、バックダーとかはやっぱりカイマナヘンリーとかもいたんで、まあ小さくてもパイプはパイプでした、ね、惚れ方もすごかったし、あれ俺59でやったんですけど、59短いかもでも、まあ、あのこういう時もやっぱ入ってその地形とかうねりの向きとか、うん、なんだろう、少し経験しておくのは大事っすね。じゃないと多分あのでかくなってね、いきなり入ってできるようなもんじゃないんで、こういう小さい時からコツコツやっていくのが、ね、うん、大事かなと思いました。また来ましょう。はい、はい、ヨギーさんいる？いる？マジ？今忙しいかな、ヨギーさん。ちょっと待ってください。すいません。あったあった。今、すいません。カラーズマガジン、ウェブマガジンです。はじめにスタートしたもうパイオニアですね。YOGE AKA ヨゲさんです。カラーズマガジン、そのウェブマガジンの走りですよね、はい、当時誰もいなかったですよね、はい、あれを始めようと思ったきっかけって何ですか？サーフィンワールドっていう雑誌あったじゃないですか、うん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 、あれで働いてたのがなくなって、うんうん、で他の仕事しようかなと思ったんだけど、うん、できなくて、うんうん、でまああれやるしかないかな、うん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 、サーフィンだけじゃなくてそういうライフスタイルとかそういうのも発信していきながら、うん、まあいろんな、なんだろう、世界中の、まあ、サーファーの動画をアップしていったりとか、まあ、もちろん日本のね、そういうサーファーも、この間のバッカダシュートアウトもそうだし、そういうのもフォーカス、していってると思うんですけど、コンセプトっていうか、なんでこれを俺はまだやってんだよっていうの。いや、もうやっぱり自分も好きなこのサーフシーン、うん、まあ、やっぱり、まあ、今はすげえオリンピックとかで、うん、その盛り上がってて、うんうん、テレビとかでも取り上げられるようになったし、うん、すごいサーフィンがすごいいい状態になったと思うの、うん、でもその俺らが雑誌なくなった9年前とか、うん、10年前とかって、うん、一番そのサーフィンのさ、うん、人気が落ちて、うんうんうん、でプロサーファーも出るところが雑誌しかなかったのに、その雑誌がどんどんなくなってってっていう中で、俺は自分のできる、みんなに発信できる、そのまあ自分の周りの後輩たちとか、まあてっぺんもそうだったりとか、まあ同じボルコムチームだった仲間、後輩たちがいいところを出せるような場所をちょっとでもいいから作っていきたいなと思って、役割としてそれを果たすために、まあ最初は
もうちっちゃい変なただのブログのなんかそういうのだったかもしんないけど、勝手に写真撮って、勝手にもうあれはすごかったとか勝手に書いて、それをバカみたいに365日毎日やってたら、ああいう風になったっていう。もともとはプロサーファー、まあ、試合も出てて、でボルコムにもサポートされてて、うん、で当時あったそのサーフスケーターズ、まあ、当時あったって今もやってますけど、うんうん、サーフスケーターズ、そのサーフィンと スケートボードの、まあ、混合 の大会があるんですけど、それでもチャンピオン取ってて、何回取ったんだっけ、2回、うん、そういうのも経験してきて、まあ、自身がまだバッチリガンガンやってたんだけど、そういう動きもしっかりしてて、カラーズマガジンってその名前の、まあ、由来っていうか、はい、どっから、いやなんていうんですか、やっぱりその言ったように出てくるライダーたちが作っていくものであったり、うんうん、まあその映し出す側、俺ら側の人間たちも増えてったわけじゃないですか、うんうん、そういういろんな人たちが、俺はもう立ち上げた時から絶対に集まってくるだろうなって思ってたから、うんうんうん、ライダーにしろ映、うんうん、す人にしろ、うんうん、そのいろんな人たちって絶対自分の色を持ってるわけ、うんうんうん、だからそれを全部集めて作りたかったから、その名前にした、うん、そういう裏があったんです。そうそんなカラーズマガジンの今後、まあなんていうんだ、まあ目標って言ったらすごいベタだけど、まあ、なんか何かこうやっていきたいことは、もちろんその今まで通り続けていきたい部分、ぶれたくない部分っていうのは何かありますか。今も前も変わんないのは、自然とライダーたちとが作り上げていくものを映し出してくる。もうだからそこだけ、だから俺が作ってってるとかじゃなくて、俺はただ単にその作ってってるのがライダーたちで、そこをよりなんだろう、嘘なくそういう風なものであり続け、ぶれないように。そこだよね、だから。それが勘違いしちゃってさ、うんうんうん、俺が作ってんだみたいになっちゃうと、うんうんうん、おかしくなっていっちゃうと思うから、うんうん。やっぱりその、常にライダーたちは、もうずっとその、最先端で作ってる人たちは彼らであって、そこにフォローしてるのが俺らであって、でそこにフォローしてくるのがメーカーであったりするわけです。サポート体制だったりとか。それがやっぱりその雑誌の頃っていうのは、メーカーが雑誌の金払って、うん、そうそう、でここではすごいことが起きてるのに、うん、A ってやつが勝ったのに、B をライダーにしてる B 社が金を払ったから、B 社のやつが表紙を取るとか、はいはい、そういう世界で俺はやってきて苦しんできたから、はい、自分が攻めてやる小さい箱ぐらいは、もう本当にすごかったみたいな、うん、もう本当にこいつが作り出したこの波一本だけど、とかなんかわかんないけど、うん、その一瞬のセッションかもしんないけど、うんうんうん、でもそれじゃ、うん、やっぱりどのライダーにとっても今の見たっていうのは、うんうん、もうちゃんと切り取ってくれてる、その、うん、摘み取ってくれるヨギさんみたいな存在は、うん、ライダーたちからしてもすごいありがたい存在だと思うし、うん、でまあヨギさんなんか選手ともかなり近いから、うん、本物がまあなんていうの、本当の選手の素顔とかも出やすいし、うん、なんかそういうのもなんかこう、まあ、遅れこすぎちゃうけどね。いやいや俺の場合ね。でもそれぐらい近いから、なんかそういうのを僕らも期待してて、それ、期待通りにやってくれてるヨギーさんの頭のマインドでは、うん、俺が作ってんじゃないっていうのは僕らはすごい嬉しいんで。うん、でもそんなマインドでやって、でも、絶対その場に、その場その場にいてほしいところを、まあ、誰もいないところとかにも絶対いてくれる人だから、うん、なんで、これからもちょっとカラーズマガジン、あのリンク概要欄とかに貼っとくので、ぜひよろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。ヨギさんでした。あーじゃあ、めっちゃうまかった。ありがとう。チラシ、チラシ、僕、はい、チラシを、はい、餃子、はい。ケンちゃんはゴリゴリのサーファーなんですけど、4ヶ月サーフィンやってないらしいんですよ。もう忙しくて。ケンちゃん、ここどのぐらいでしたっけ。一昨年の7月からだから1年半ぐらいですかね。ケンちゃんはもともとカリフォルニアとかに住んでて、
でここをスタートして、去年もそうだし今年の今シーズンもプロサーファーとかがっつり来て、なんだろう、日本人のプロサーファーはもちろんだけど海外のプロサーファーとかよく来てます。で今僕らが頼んだチラシが美味しいらしいんです。僕はまだここポキと、スパイシーポキ丼とあとなんか前に、食べたぐらいなんですけど、この間友達がチラシ食べててめっちゃうまそうだったんで